デー,イデーブ・ムステイン、デーブ・ムステイン、デーブ・ムステイン、1961年9月13日隊は、アメリカ合衆国出身のロックミュージシャン、シンガーソングライター。ヘビーメタルバンド、メガデスの主催として知られる。スラッシュメタルを通したテクニカルな音楽スタイルの発展に大きく寄与し、同グループを世界的な成功に導いた。1961年9月13日、 米国カリフォルニア州サンディエゴ群ラメーサにて生まれる。家庭の問題から15歳で実家を離れ、マリファナを売ることで生計を立てる。また、当時のガールフレンドが勤務先のレコード店から盗んだレコードと自分のマリファナを交換することで、ハードロック、ヘビーメタル、ハードコアパンクなどの音楽に触れる。ギターを本格的に弾き始めたのもこの頃で、パニックというバンドに参加し音楽活動を始める。 1981年、ロサンゼルスの地元紙、リサイクラーにてリードギタリストを募集していたメタリカに加入。ギタリスト及びソングライターとしてバンドに貢献する一方、ドラッグとアルコールへの依存及び暴力的な素行によりバンド内での人間関係に圧力を生じさせた。1983年4月11日、メタリカは ファーストアルバムのレコーディングのためにニューヨークへ向かうが、現地に着くとメンバーはムステインに解雇を宣告。強制的に荷物をまとめさせると、ロサンゼルス行きのバスに押し込んだ。後に、ムステインは、この解雇が親の死より辛い出来事であったと語っている。失意の中ロサンゼルスに戻ったムステインは、メタリカを見返すため彼らを超えるバンドを作ることを決意。 同じアパートの下の木座橋に住んでいたデイビッド、エレフソンとの出会いがきっかけとり、エレフソンが夜中までベースを弾いていたことに腹を立てたムステインが植物の鉢を窓から投げ捨ててエアコンを壊したことがファーストコンタクトだった1983年にメガデスを結成。オーディションを重ねても適任者が見つからなかったため、自身がギターを弾きながらボーカルを担当することになった。 1985年にキリング・イズ・マイ・ビジネスでデビュー。翌年にはメジャーレーベルキャピトルレコードからピース・セルズ・バッド・フーズ・バイイングを発表。続く1987年には最初のワールドツアーを行うなど徐々に成功の道を歩み始める。1988年にはアイアン・メイデン・キスと共にモンスターズ・オブ・ロックへの出演を果たした。 その一方でアルバムを発表するごとにメンバーを解雇したり、薬物依存症治療施設への入所を繰り返したり、するなど、周辺のトラブルに事欠か,かなかった。メガデスの人気は1990年発表の4作目、ラスト・イン・ピースで頂点に達し、リードギタリストにマーティ・フリードマンを加えたことで、メンバーも固定化された。 1990年から1995年まで6年連続でグラミー賞のベストメタルパフォーマンスにノミネートされるなど一流アーティストとしての地位を不動のものとした。私生活でも1991年に結婚、1994年には娘が生まれている。ところが2002年に左手の頭骨神経を痛めたことを理由にメガデスからの脱退を発表し、 突然音楽活動を休止した。ある医師からは二度とギターを弾けないとも言われるほどの怪我だったが、理学療法により回復。また、療養中にクリスチャンになった。2004年よりメガデスとしての音楽活動を再開。2010年にはメタリカ、スレイヤー、アンスラックスと共にビッグ4、スラッシュメタル4天皇として共演を果たし、 長年にわたって確執のあったメタリカのメンバーとも和解した。1996年に MD45 というサイドプロジェクトで活動を行い、アルバム1枚を発表した。2011年には元アンスラックスのギタリストであるダンスピッツと共にレコーディングを行っていることが報じられた。長年にわたり、主に V シェイプ型を好んで使用している。 メタリカ時代を含めキャリア初期においては、PC リッチのビッグの10弦モデルをメインに使用していた。通常の6弦ギターに4本の復元を貼れるタイプの特殊なギターであったが、復元は貼らず、通常の6弦ギターとして愛用していた。1986年からジャクソンに乗り換え、ラットのロビン・クロスビー、通称キングが使用していたキング V を元に、 自身のモデル、キロボルト1を制作した。2003年からは、ESP とエンドース契約を締結。同社の協力の下で2004年に、ESPDV8、2005年に、ESP アクスコーションを制作、販売した。2006年12月には新たに、ディーンと契約したことが発表された。近年は、同社が制作した自身のシグネチャーモデル。 VMNT よびゼロを使用している。メタリカ時代はリードギターを務めていたこともあり、ギタリストとしての実力は確かなもので、テクニカルかつ攻撃的なリフト、複雑な展開のソロを正確に引きこなす。ロックジャーナリスト、ジョエル・マクアイバーの著書、ザ・100グレイティストメタルギターリスッツ、100人の偉大なメタルギタリストでは1位に選ばれている。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。